くり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。いやーついにエデンをスカウトで引く時が来ましたね。割と最近やったけどね。去年とりあえず日和さんが出るまでって引いたら、日和さんが最後に来たので、エデンと先生は何が何でも欲しい感じになってしまいました。もう戻れない。エデンの歌詞言いたいだけです。まあでも何度か言ってる気がするけど、タコ推しは頑張れる場が少ないので、今回も張り切ってダイヤを砕いていこうと思うよ。そこ張り切らなくていいから。うっ苦しい。10連でこのメンバーが3人確定ってもう、神引き確定スカウトですよね。もう右上のこれ出しときましょう。心配でしかない。それでは早速、お願いしますよ。ちょっと前回1枚ずつに時間をかけすぎて、過去最長動画になってしまったので、早めに引くようには心がけます。多分、なんかいっぱい来ましたね。週3、初回星4確定もついてるからな。あ、そうか、トイボックスの週3、早々週3といえばですよ。したらい、決まりましたね。どんなステージになるか楽しみで仕方ないですよね。そしてセナくん、あー相原くん、いやもう相原くん来たら勝ちみたいなもんですよ。33は3勝。駆け上がるためのステップですね。前回も語ったけど、茨くんはほんとかっこいいんですよ。しかも前回取れなかった昇格演出、ありがとう、ありがとう。あと信頼度上限解放で他校もボイスが35まで増えたじゃないですか。日和さんしかまだ35まで行ってないのでカードの追加が本当に、うるさいな。今星4セナくん星4星4ですよ。落ち着いてられない。楽しく笑顔でいないとね。過去を振り返るようなセリフが多い中のこのセリフは、日和さんらしさがあっていいですね。解雇主義じゃないという日和さんですが、特技は記憶力っていうこの話題だけで5時間は話せますね。聞かされる方は5分でも地獄。あれそううまくいた。これは漢字4文字の名教師水な。この前も来てくれたよね。嬉しい、ありがとう。そして通りくん、キンプリーベの通りくん可愛かったな。突っ込む通りくんほんと好き。そしてまさかのハスミン星4、さっきの相馬くんに続いているようだ。このカードほんと好きです。この時の相馬くんがまた可愛いんですよね。みつるくん、そうみつるくんね、したらいね。二組とも本当におめでとう。真央くんからの渚さん、やった嬉しい。めちゃくちゃ好調だな。人の営みは奥深いと思うよ。渚さんの文頭に3点リーダーがついてるの好きです。うまく言えないけど、渚さんの紡ぐ言葉の重みを感じる。終わったー。疲れたな。まだ10連目ですよ。とりあえず開花して休憩してくるね。数時間後。ジュンくんとジン先生とクヌギ先生。まずこの3人が出るまで引きましょう。まず、ジュンくんジュンくん。先生先生。あと日和さんも4枚ぐらい来て、急に強欲。そういえばスタライと一緒に発表された新イベント、ユニットコレクション。よくわからないけど神経質とかワクワクしますよね。エッハ緑くん。心臓に悪い。ストーリー付きの緑くん、このカードにも苦労した記憶、緑くんのスカウト星5作るかな。10連で出してやるぜ。気が早いから。お次は重装備ゆずるくん。ラスピリのゆずるくん好きです。あれさっき私何の話しようとしたんだっけ。ユニットコレクションとか。ああ、そう、特設サイトで来てましたよね。よくわからないけどなんか楽しそうってことはわかる。そして渚さん2枚目。今回もみんないい感じに重ねられたらいいなぁ。夏目くんだ。最近夏目くんよく来てくれるよね。おお、ともやくん星4。これは妖怪の、うひぃ。で、かわいい。持ってなかったので嬉しい。つい最近ともやくんについて語った気がするなと思ったら、そうだ前回1年生のクラス別やってたんだった。では、先生、来た、くぬぎ先生来てくれた。エデンもジン先生も星5になりましたからね。くぬぎ先生もいつかは星5来るよね。ねえ、先生の楽曲もいいんですよねこれが。大きな風となったことでしょう。いつも見守っている、表情も優しくて最高ですね。いえいえ、なぎささんめっちゃ来てくれる。今回はなぎささんが一番監督早いかな。このなぎささんが20連目ラストでした。あとはジュンくんとジン先生。サガちゃんほんとサガ好きだな。二人とも来てくれるまで終われないのもそうだけど、ジュンくんは貫突したいぐらいなので、この展開はまずい。二人とも来てください。あと日和さんが4人来てください。しつこいな。でもまだ30連目ですからね。持ってない星4とかも来てくれると嬉しい。6枚もある?好調ですね。ミツルくん。好調ですね。アニメで元気に脱出するミツルくんを早く見たいですね。アニメほんともうすぐですよ、どうしよう。アベマ TV でも配信。ああ、ジュンくん、よかったー。乗り越える難しさはバネですね。泣いちゃう。アニメでイブが動くと思うだけで無理です。マイルームの 2D だけでも無理なのに勘弁してほしい。アニメ向いてないぞお前。アニメが向いてないとは。ああ、あとこのジュンくん開花後もすごく好きでした。このジュンくんも早く虹色開花したいですね。あ、すいません、うっかり時間取りすぎてしまいました、次行き。セナイズミー。このセナくんほんと来てくれる嬉しい。対象じゃないスカウトで来てくれる嬉しさはすごい。ありがとう。アドニスくん、キンプリーベのアドニスくんかっこよすぎた。かっこよすぎてちょっと泣いたもん。推薦がもろすぎる。ともやくんからの千秋先輩。ああ、このスカウトも良かったよね。
してテトラくん、ああこれヒーローショーのテトラくん、これ本当に初期スカウトなのにずっと出せなくてさ、やっとお迎えできた嬉しい。そしてくぬぎ先生、いいね重ねていきましょう。あれこれはジン先生だけでないパターン入った？そんな気がしてきたな。いっぱい弾けて嬉しいな。霊夢は混乱している。なぎささんめっちゃ来てくれる、好きです。終わりです。ジュンくん来てくれてよかった。なぎささんは、あと1枚で完突か。とてもいいペースだとは思うけど、ジン先生が気がかりですね。だだだ大丈夫大丈夫。てかあれそういえば、このスカウト星5も入ってるんですよね。入ってる、はず。星4が4枚。ともやくんすごい来てくれるじゃん。いや待ってこれさっき見たな。このクラス別スカウトで星4が被るとかある？嬉しいありがとう。さらにひよりさん、待ってました。前回に比べると来てくれてない感じするけど順調だ。前回のエデンスカウトでは2回完突してたからな。2回完突。世界カゴレインボーゼリーのわたるさん、アニメの方ですけど好きな食べ物が毎日公開されるの、めちゃくちゃ楽しみですよね。高学院連続からのなぎささんだ。今回なぎささんすごいって先生、先生嬉しいんだけど先生が来ないな。ジン先生、ひなたくん、これかわいい本当に。今回高学院3回も来てくれている。普通のダイヤスカウト最近回してないから楽しい。夏目くんがラストでした。いろんな子が来てくれるワクワク感よ。なぎささんが完突しました。イエーイ。イエーイじゃないよ、ダイヤもうないよ。開花してこよう。またまた数時間後。もう50連目ですってマリサさん。あとはジン先生だけですね、霊夢さん。私あと気づいたんですけど、イバラくんが最初に来てくれて安心してたのに、あれ以降1回も来てないんですが。ほんとだ。イバラくん確率星5じゃん。前回を引きずりすぎている。あとついに扉の色に触れなくなったな。星4の二所持も星5くらい嬉しいんだよね。高賀くん、遊園地ライブの、このカード全然出てくれなくて、去年のお誕生日にようやく引けたんですよ。こんなところでまた会える。ジュンくん、この調子で、みんなを重ねつつ、ジン先生を待とう。ジュンくんが来たから来てくれるはず。かなたくん、今回もスカウト夏生まれ続きですね。と思ったら嵐ちゃん、ひな祭り生まれの嵐ちゃん好き。今日ともやくんすごい来てくれる。ゆうくんは今日もゼロなのに。しのぶくん、この開花後のような笑顔。みどりくんだ、星さんは今日初だ。おあ先生、途中まで来なかった組。くぬぎ先生が急に来てくれるようになりましたね。くぬぎ先生が急に来てくれるようになりましたね。ジン先生とくぬぎ先生の会話めっちゃ好きなんですよね。郵便屋さんのわたるさん、星さんの衣装じゃないですよこれは。もう終わってしまったな。開花後のジュンくんの表情良すぎて事件ですよ。なんでこんな危機感ないのこいつ。次のイベントの予告もうすぐだね。次のイベントは霊の新イベント、デトリスタは決まってるんだもんな。楽しみだね。リズルくん、あれこのリズルくん、この前のエデンの時、そうだな、来てくれたカードだな。イバラくんとも掛け合いがあって私は泣いた。イバラくん2枚目来てくれるだろうか。ああ待ってきた。ジン先生来てくれました、やったー。ということはエデン&先生コンプリート。ああ嬉しい、よかった。楽しい思い出が詰まってるな。だってこれ、くぬぎ先生と背中合わせになってるのもいいですよね。去年弾いてた時はジン先生がイベント星5になるなんて思ってなかったよ。サガはもうフルボなので特に読み返してしまう。ありがとうアドニスくん。最近のカード嬉しい。ともやくん、今日一番来てくれてる。じゅんくん来てくれるようになって嬉しい。早く虹色にしたい。兄ちゃん、この衣装好きだ。全員来て。H 先輩、今日初めて来てくれるメンバーが続く。わあ、なぎささん、今回ほんと来てくれる。なぎささんのソロも大好き、泣いてしまう。60連目ラストは桐生先輩でした。終わった。終わったね。さて今回の動画はここまで。待って、はい。前回のエデンスカウトで言ったこと覚えてる？エイブは虹色開花したいから完突したいなんて覚えてないです。めちゃくちゃ覚えてるじゃん。そうなの、日和さんもじゅんくんもまだなの。というわけでまだ回します。でももう動画時間終わりじゃん。別に出します。は？他校のスカウト本当に嬉しいんです。もうちょっとお付き合いいただけたら嬉しいです。まあ今回星5も見れてないしな。もしかしたら先に新規スカウトの方やるかもです。ひとまず、全員揃えられてよかった。それではまた次の動画でも、ゆっくりしていってね。